優勝戦1号艇浜根谷選手です。よろしくお願いします。お願いします。シリーズここまで6勝、船橋いかがでしょうか。そうですね、まあ初日プロペラちょっとずつ今まで叩いてるんですけどね、だいぶ形になってきました、はい、何か特徴ありますか。まあバランス取れてますね、うん、はい。優勝戦に向けては何かあと調整を考えているところは。まあ特にないですね、はい。さあ高枠1号艇です、はい、もちろんインから。そうですね、まあ、まあ100ぐらいだったらね持ちますんでね、はい、インから行きたいと思います。4日目は早いスタートもありましたけれども、今節スタート感いかがですか。ね、向かい風の方が分かりやすいですかね。優勝戦目標どれぐらい。まあ前回ね、ここで、ね、記念のフライングしてるんで、はい、まあ、0号から1号の間行きたいと思います。では最後に意気込みお願いします。そうですね、なんか浜中優勝したら20年ぶりらしいんでね、はい、精一杯走ります。お願いします。優勝戦2号艇梶野選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあシリーズここまでオール船券絡みの成績ですが、はい、船足手応えいかがでしょう。すごくバランス取れて足はいいです。で特にここという足じゃなくて、強調するとすれば出足回りでしたと思います。じゃあ優勝戦に向けてですが、はい、何か調整整備はお考えですか。回転を合わせるだけですね、はい。さあ優勝戦は2号艇での登場です、はい、コースですが、はい、2コースから行きたいです、はいはい、今節スタート感はいかがですか。難しいんですけど準優だけは思い切っていきました、はい。では優勝戦意気込みをファンの皆様にお願いします、はい。優勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。優勝戦3号艇川野選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあまずはここまでの船足仕上がり具合ですがいかがでしょうか。そうですね、出足行き足がすごくいいと思います。一方直線はいかがですか。直線は、まあ悪くはなくて、うん、人により下がっていくことはないですね、はい。さあ優勝戦に向けて何か今整備調整っていうのはお考えですか。明日の、まあ、気温とか天気に合わせて合わせるだけですね、はい。さあ3号艇での登場です。コースですが、はいはい、3コースで行きたいと思います。しっかり、はい、今節のスタート感はいかがですか。ちょっとばらつきがあるんですけど、優勝戦はしっかり行きたいと思います。勝てば初優勝。はい、もう優勝したいと思います、はいはい。じゃあカメラに向かってもう一言意気込みお願いします。明日はしっかり気合入れて走りたいと思います。応援の方よろしくお願いします。優勝戦4号艇伊藤誠二選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。まず伊藤選手、ここまでの船足仕上がり具合はいかがでしょうか。そうですね、レース足中心に全体的にいいと思います。じゃあ乗り心地も良くて、はい、優勝戦に向けて何か今整備調整はお考えですか。プロペラに関しては今節もノーハンマーで来たんで、多分明日もこのまま行くと思います。さあ4号艇での登場です。コースですが、まあ何もなければ枠内のダッシュから行きたいです。今節ダッシュのスタート感はいかがでしょう。まあダッシュもスローも一緒ですけど、大体は合ってますけど、あとは思い切りがいるかなって感じですね、はい。では最後に優勝戦に向けて意気込みお願いします。はい、精一杯頑張ります。応援してください。優勝戦5号艇中村選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあまずここまでの船足仕上がり具合ですが、現状いかがですか。はい、回転合ってればバランス取れてレース足がいいです。その回転を合わせる作業は結構ゾーンは狭いんですか。いえ、そうでもないと思います、うん、はい。では優勝戦に向けてはそのあたりの作業を。そうですね、はい。さあ枠は5号艇での登場となりましたが、コースですがイメージ、まあ離れ良ければ5コースから行きます、はい。今節スタート感はいかがですか。大丈夫と思います、はい。では最後にファンの皆様に意気込みをお願いします、はい。いいレースできるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝戦6号艇西山選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあまずはここまでの船足仕上がり具合いかがでしょう。仕上がりも何も乗り心地だけです、うん、乗り心地はいいですよ。乗り心地はいい。乗り心地はもう優勝戦に向けて、ではその船足の部分ですけれども、何か今考えていることありますか。船足ですか。いや、もうこの乗り心地を崩さないようにするだけです、はい、はい。さあ6号艇となりました、はい、気になるコース取り。6コース嫌ですね。でも4番車が気合パンパンで多分スタート行ってくれるはずなんですよね。ということでピット離れ頑張って5コース欲しいですね。展開捉える足は、うん、あります十分、はい。
さあ、小瀬スタート感いかがですか。スタートはですね、期末ですしね、はい、みんな控えているんで僕だけ行きたいと思ってますけど、はい、では最後にファンの皆様に意気込みをお願いします。あ、こんな僕ですけど、買うか買わないかはあなた次第です。お願いします。